はい、チーズ。はい、チーズだって。おじさんみたい。言わないのか、今の子は。どういう加工にしようかな。前から気になってたんだけど、なんで顔をつぶつぶさせるの？寝不足でも肌が綺麗に見えるし、結構いいんだよ。もう茜との今後も考えなきゃいけない。こいつの賢さは使える。そんな俺のエゴで縛りつける必要もなくなった。だからこそだ、茜みたいな若くて未来のある子、いつまでも。あんまり行かないのか、旅行。国内はあんまり。年末年始は毎年家族で海外とか行くけど。じゃあ茜も行くか。え、いいの？茜とはそろそろじっくり話をしなきゃいけないと思っていたし。そろそろ私と別れたいんだ。見回しが下手だよ。それじゃ私でも察しちゃう。でもこんな気持ちのまま旅行の日まで過ごさなきゃいけないのは嫌だよ。そういう話をするなら今からしようよ。いろいろあったけど、あの番組楽しかったよね。はまだあの時間が続いてるみたいで。いつまでも茜を縛っておくのは良くないと思っている。番組の形式上始まった関係で、本物じゃないから。こんなの不自然な関係だもんね。いずれそういう話はすると思ってた。私はもう必要ない？何かの役に立てた？知ってるよ、君は私が何かしらに利用できそうだからそばにいたってことくらい。